です。よいしょ。なんかじゃあなんか位置的になんか違くない？もっとこっち？あれ？こうか。こうだね。こうだね。こんな感じ。ギュ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 か。じゃあバルタもっとそっちじゃない？え？そう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 。あ、これでほら綺麗じゃん。はい、今週も始まりましたクラブオーパツとのオーチャンサーティーです。イエーイ。それではですね、あの今日は、ちょっと特別な日なの で、 そうですね、まずはタイトルコールからいきたいと思います、はい、それではクラブオーパツとのオーチャンズサーティじゃあ1、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 
ですけど申し訳ないです。そうですね。大丈夫これ。はい、はい。まあそんな中で、ですね、今日は、ものすごい大事な日になってます。ああ、そうだね。あのですね、見ての通り、出演者のところに、ね、名前が。ね、入ってますけど、僕彼は、ね、彼は遅刻してます。遅刻というか今日来ません。お、はつみさんどうも。ちょっと怖いです。ああ、初見です、初見さんです、初見さん。どうも。まあそんな中で、ね、ですね、今日はすごい大事な日になってます。今日、14日、15日、はい、クラブオーパスタ4周年になります。さあ、4周年になりました。どうですか。まあ、早かったね。早かったっすね、なんだかんだ言って。僕も、1周年ちょっと前から入らせてもらって、そうだね、4周年もう駆け抜けてきましたね。ありがとう、みんなありがとう。ありがとうございます。まあ、じゃあそんな中で、ちょっとみんなにはサプライズのあれをやっちゃいましょう。お、やろう。お願いします、ドン。見てますか、宮本武蔵。宮本武蔵、あ、宮本武蔵、ちょっと出てる、ちょっと出てる、足出てるよ。武蔵さん、これ火消して、ほら武蔵さん、火消して早く。ですね、今日は、10日に、そう、5月10日が宮本武蔵リアルバースデーでした。なんとですね、今日サプライズ考えたのに、あの人が来ないという最低なプロデューサーですよ、本当に。だから今日、特別に画像だけ載せてもらいました。あ、火消しちゃう、うん、じゃあ、俺ら2人消すか、うん、じゃあ、武蔵さん、皆さん、あの、リスナーの皆さんも一緒に、武蔵さん、ハッピーバースデー。なんで俺らが消してんの。やれこれ、自分たちシャンパンまで用意したから。おめでとう、武蔵さんのためにシャンパンまで用意したのに。本当にね、いや、うちのね、お店は MHD さんにすごいお世話になってて。はい、そうなんですよ。今日もね、オーパスの周年もMHD さんに内装もいろいろやってもらってしたんですけど、まずは、リスナーの方一緒にもう一度武蔵さんのハッピーバースデーということで開けてもらいます。皆さん、ハッピーバースデー。おめでとう。おめでとう。多分ね、今 お風呂入ってますね。ね、お風呂入ってるね、あの人絶対。そう、それをね、本人いたら、そう、いたらやってあげようと思ったのに、毎年恒例だったんですよね、ニコ生では。もうね、この2年間ぐらい見ててくれた人は分かると思うんですけど、毎年僕らはちょっとね、誕生日の放送近くになるとサプライズで、こう、ハッピーバースデーをやってあげようっていう、あれがあるんですけど、まあ、毎回バレてるんですけどね、そろそろ来るな、みたいな。サプライズってか、まあ、ね、あー、見てくれてる人いるんだ、毎年やってるよねって。ああ、そう、本当に。なんですけど、あの人がね、今回ね、今年一のミスを犯しましたね。いやー、もうびっくりしましたね。まあ、そんな中でね、はい、そりゃね、武蔵さんがそういうことするから、誕生日にね、この名前の場所、これに宮本武蔵って入ってたんだけど、従業員が持ってきてくれるときに倒れちゃったんだろうね。そう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 、武蔵のところの名前全部線入っちゃった。もう誰かわかんないっていうね。まあまあ、多分来ないからね。まあね、そうなんだね。まあ、じゃあそんな中で、リスナーの方も一緒にちょっと、オーパスを4周年ということで、 そして、宮本武蔵、みそじの30歳、お
のバースデーをダブルお祝いとして皆さん一緒に乾杯しましょう。乾杯！乾杯！おめでとう。ありがとう。さすが MHD さん、萌えちゃんと、うん、いいね。いやいやいや、ありがとうございます。まあ、そんな中でね、こんなね、大失敗もあったところで、すごいわね。ちょっとイチゴだけ食べよう。イチゴ食べよう。やっぱりイチゴ美味しいよね、みんなフルーツ好きだよね。てっぺっとめや。すいません、ティッシュください。あ、バルさん見える。そう、バルさんの上にバル、ね、そうそうそう、これ、武蔵武蔵さんです、これ。俺、穴開いてみたいな感じになってる。初見の人、わからないと思いますが、この方がうちのプロデューサーなんですよね。そうそう、ちょうど切れてるからね。ちょうど切れてるからね。脳天ない人みたいになっちゃってる。なんかシュール、シュールになっちゃってるよね。すいませんね、本当に。まあそんな中で、ですね、今日明日は、4周年になってますので、ちょっとですね、初回の方が、はい、ちょっと多分、今日明日は入れない感じになってしまうと思うので、はい、まあでも早い時間ならもしかしたらあれかもしれないので、もしあれだったらお店の方に、連絡をいただければ、幸いです。そうなんです。もう4年経ちました、今回で、はい、経ちましたね。で、その中でバロンさんはオープニングメンバーですよね。そうですね、オープニングメンバー。そうそう、バロンさんはオープニングメンバーで、僕はその半年後ぐらい、オープニング終わってから来ました、僕。あ、そうか、オープニング終わってからか。だから僕らのオープンいないですよ。だから武蔵さんぐらいですよね、オープニングからずっといたのは。そうはね、そうそうそう、うん、武蔵だけだね。そう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 、まあ、のその本人がいないっていうね。そうそうそう。あ、忘れてたって電話で言ってました。そう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 。まあでもね、そんな中、僕らもね、まあ約4年やってきましたけど。そうですね。どうですか、なんか振り返ってみて。いや、なんか30歳になると思うなったね。あー、そういうことね。なんかもう、そうかそうか、うん、30歳を超えるとは。そう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 、なんかね、うんうんうん、なんかね。30歳目標は俺らじゃないから。まあ確かにね、だって僕も29の時入りましたからね。そうだね、うん、そう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 、今33、今年33です、僕も、うん、もう大変ですよねえ、うん、そうそう、もっと言ってそうなのにって。そんな向けて見える。まあそっか、それは見えるよ。見えないでしょ。俺は見えるでしょ。見えるでしょう、ね、何歳までやるんですかね。まあでもやっぱり僕を応援してくれる人がいる限り。お、60までいきますか。いや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 、iPhone 店に行かせてもらいますわ。そんなことだったらもう、いやいやいや、まあね、まあそんな中でまあどんどんいろいろなことありましたけど、まあそうね、結構メンバーも変わったしね。もうだって変な話、僕らこの3年間4年間で、うん、多分入れ替わり100人以上見てきてますよね。もうね、100人以上ですね、見てきてますもんね、はい、だお客様とか、お客様とかね、その時代からやっぱ今でも応援し続けてくれる方もいますし、うん、ね、途中から新しく応援してくださる方もいますし、うん、すごい、そう考えるとすごいね。なんかね、髪の毛がさ、そうそうそう、時代を感じますね。そうそうそう。そうなのよね。そうなると時々、年取ったね、やっぱりね。ね、年取ったよね。4年だからね。4年ってすごいよね。さすがに。うん。だって、4年間。4年間ってさ、だってほら、中学生の3年間よりかも長いんだよ。そうよ。うん、高1だよ、今。そうそうそう。そうよ。そう、しんどいよ。年取るとね、やっぱりね、お酒がね、そうそうそう、抜けないんですよね。ね、しんどくなるよね。本当に30超えてから、うん、まあ僕もともとお酒弱いんですけど、うん、ね、やっぱ二日酔いがすごくなりますね。いやーもうね、うん、抜けにくいよね、やっぱり、ね、抜けにくいっすよね、うん、そうそう、一番辛いかな。うん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 。お、初見だけど、これから応援するよって、ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。今日ね、僕本当にね、この日のためにね、あのスーツを新調したんですよ。ああ、そうだね。初めて。もうみんなね、僕がスーツ着てるんだってほぼ見たことないと思うんですけど、多分4年間で10回あるじゃないか、ね、10回ぐらいですよね、うん、多分1年に2回ぐらいしか着ないんですけど、ちょっとスーツを新調しまして、あの久々にスーツ着たんですけど、
どう女の子ってやっぱスーツ好き？かっこいいけどね。なんかね、今ほら私服っぽい人とか多いけどさ。あ、多いね。私服じゃ無理だな、俺は。なんかバルタはもうスーツってイメージじゃん。スーツ好きだね、俺は。あ、やっぱスーツの方がビシッとしてる。あ、そっちの方がいいのかな。そうそう、だからこれからね、ちょっとスーツでしっかりやっていこうかなと思ってるんだけど。いいじゃん、全然似合ってると思うよね。あ、やっぱ難しいっていう人もいるよね。普通のも好きだよね。ベストか。ベストね。ベストだけしちゃうよね、俺。なんかベストだけだとさ、ちょっとなんか若いって感じしちゃうよね。お腹パンパンだから無理だよね。そうお腹パンパンね。そういうことね。いやでもそんなのよ、こうやっぱスーツとかかっこいいんだね。あ、ダブルのスーツね。うちの宮本武蔵さんがね、そうですね、あの結構ダブル着てて、すごい好評ですよね。かっこいいよ、あいつね。あ、本当ですか、ありがとうございます。スーツ似合うって言ってくれて。あ、お前から昔ありましたね。ちゃんとね、店行ったらあのネクタイとかちゃんとするんですけど、ああ、そうだね。そう今はね、ちょっと、ね、苦しいから本当嫌いだよね。そうそうね、あんまりね、首元きついのあんま好きじゃないんです。俺ちゃんとするときは好きだよ。そうね、ちゃんとするよね。でも普段は脳体です、僕は。大体そうね。楽だからね、すごい。なんか昔はさ、女の子さ、そのほら仕事終わった後の男性のこのネクタイのこういうのかっこいいとか言うでしょ。それさ、どこで見んの？あ、確かに、そっか。仕事中はないよね。ないじゃん。だからホストとかじゃないんじゃない、こう給食で。なんかさ、ちょっと暑いみたいな感じ。どういう時に見るの、そうやってさ。だからほら、家に帰ってきた時よ。一緒に住んでてね、お、じゃあ結婚してる人がいます、旦那さんが家に帰ってくる時に、こう、あー今日も疲れたわーみたいな、こうやってやった時に奥様が、あ、かっこいいみたいな。そうなの。え、それ昔は言ってたよね、なんかかっこいいとかってね。そうなの。なんかさ、あのさ、ネクタイをさ、結ぶ、なんかさ、あるじゃん、そういう、結ばれる、え、なんていうの、あ、お嫁さんに、とか、こう、女の人に、あれってさ、結んでもらうの。あれ超嫌だね、俺は超嫌だ、ね、俺も嫌だ。自分でやりたいよ、俺の方がやり、うまいし。しかもさ、なんか、ね、この、いや、締め、そこそんな詰め、締めないでみたいなとかあるし。嫌だね、俺は、なんか。あれはまだラブラブの時じゃない。ああ、そうだね。なんかね、その後ちょっと行ってきますのチューみたいな。そうそうか、そうだね。そんぐらいのラブラブ。そんな掛け合わねえじゃない。いや、いるところにはいる。ああ、いるか。俺らはね、もうそういうのに疎くなっちゃってるんですよ。そうだね。ね、久々にキュンキュン僕らもしたいですよ。いやー、わかるわ。ねえ、そうなのよ。ねえ、いいです、どうですか。もうね、俺もね、ラーメン、成瀬二郎からね、いろんなのに従ってる人が一人いるね。すごい、ね。それ大体誰かわかってるからね。この野郎。そうなんですよ、胸に何か見えちゃってます。ネックレスじゃないですか。ネックレス。タトゥーです。そうなんですよ、ネックレスなんですよね。今日はあの、ほら、お祝いなんで、フォースアニバーサリーってちょっと書いてきてます、ね、サインペンで。すごいよね、よく書けたのね。鏡見ながらこうやってもっと違うことないよ、ね。そんな時間あるのね。もっとちゃんとしてこいよって話だよね。まあそんな中で、いやまあね、本当に4周年経ちましたけど、あれの話したいですね。10日に、武蔵さんが、リアルバースデーをね、迎えたんですけども、ちょうどですね、武蔵さんも味噌汁を迎え、ね、大人の仲間入りをしたんですけども、すごかったですね。そうだね、あの日の夜は、あの日夜はすごかったですね。そう、夜ってか朝だよね。朝だよね。10日の営業終わりに、まあもう2夜連続と言っていいほど、もう武蔵さんのお祝いをし、もうベロベロです。皆さんブログとか見ていただいてる人はもう写真とか載ってるので、いやもう、ね、ぜひ。もうみんな記憶ないですよね。いや本当ない、記憶ないし。寝てたもん俺。朝何時まで飲んだっけ。うちらはね、8時ぐらい。8時ぐらいか。で、代表とかは11時です。もうあの人たち頭が。まあそんな中で一旦ちょっとタイミング、CM に行かせてもらったら、ちょっとね、ちょっと神々だ。CM に行きたいと思うので、CM でーす。読んじゃった。
ない。そんな中に女の子のための求人サイトスターガールズ、高収入のお仕事、確実日払い、その日から退入可能、男性スカウトマンも大募集、目指せ月収100万。まずは求人スターガールズで検索。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。よいしょ。あれ、宮本武蔵また出ましたね。写真出ましたね。写真出ましたね。出ましたね。まあそんな中で、ね、その10日はちょっとみんなでワイワイして、すごいね。家がへっぱいぐらい伸びましたね。もううちのね、光る代表がね、頭おかしくて、本当にいきなり家がをね、なんか50個ぐらいバーって出してきて、で、負けたやつ全員飲むみたいな感じで、一人ね、10杯以上飲んだ。飲んだ、で、したら、なんかもう一回やろうとか言って、また50杯出してきて、よく俺らも死ななかったなって思うぐらいですよね。もうね、いやバレた途中で寝てたけどね。いや、それもう朝だよね、多分。朝ね、あれは、もう、そう死んでたね。その時はね、吐いた人とか誰もいなかったけどね、その後はね、俺は全然吐いたよ。お家に帰ってから吐かなかった。そう、読めえしね。余命酒のちょっと強いバージョンね。そう余命酒強いバージョンよ。いやでもね、気持ちひどかったけど、で、あ、武蔵さんに次の日とかに大丈夫でしたみたいな、楽しんでもらいましたみたいなの言ったら、いやすいません、記憶がありませんみたいな。帰った記憶がない。そう結果記憶がないっていうね。光も記憶ないらしいからね。いや、そりゃそうでしょ。店長も大変なことになってたからね。そうだね。もうね、オーパスとはね、ちょっとやっぱおかしいって言われてますよね。あの、スマッパさんとアーピッツさんからは。そうだね。お店でも飲んで、その後にね、アフターでも何でもないで男として飲み行って。もう男だけであんなに酔っ払えるって。そう本当にね、何がしたいんですかね。でも寂しがりが多いんでしょうね。お酒飲めない日だったら飲ましたから。確かにマネージャーに、みんなまあ大変な中でも楽しみながらやったんで、すごい良かったんですけど、まあ、うちはなんか誕生日あると、その人の誕生日全、まあ、終わってからね。そうですね。お祝いするんですよ、毎回あるんで。なんか、それがひどいですよ。そうなんですよ。で、飲みありのこのバースデーとか、やっぱ僕らってリアル誕生日とバースデーがあるんで、その2回ありますし、なんなら僕の場合はもう強制で旅行に連れてきますからね。そうですね。成瀬旅行が毎回ありますからね。去年は三重、伊勢神宮行きました。行きましたね。そう。え、今年はそこ行こうよ。で、今年はもう決まってるから。言ったじゃん俺。そう、あそこ絶対行きたい。水戸じゃねえや、なんだっけ、日光東照宮に、ラスベガス行きたいわ。行きたいですけど、僕結構神社仏閣が好きなんで。あ、そうだね。あのお城とか、だからやっぱり行くならこう日本で、僕日本大好きなんで、のところに行ってみんなでワイワイしたいんですよ。いや、日光行きたいっすね。そうだから今年はね、もう日光って決まってるんですけど、姫路城も行ってみたいですね、俺は。姫路城ね。そう、あの、姫路城ってあの真っ白なのが姫路城でしたっけ。あれよ、あの雲の上にあるやつ。んあれ違います。それ武田城でしょ。え、そうだ、それそうだよ。あのマチュピチュみたいなやつでしょ。そうあれは武田城とかいうやつ。そうだ、そう、ほんと姫路城は違うよ。姫路城は多分ね、真っ白のやつだ。ああ、そうなの。うん、そうごめん、ちょっと分かんない。確かね、そう城多いよね、日本。多いっすよ、そりゃね。金閣寺とかはね、ちょっと王道だからね。そう。その前はね、出雲大社行ったんですよ。なんかね、まあ、とりあえずパワースポットに。そうだね。そう。行ったんですよ。俺とバルタン、どっちがお酒強いの？いや、どう見てもバロンさんよ。いや、でも、変わんないと思う。いや、俺、本当にお酒飲めないから、基本的に。すごい。気合で飲んでるだけ。そう、で気合がさ、一緒だから、もう気合でこうなってるけど、結果酔って
結果を飲む量一緒じゃん。まあまあそうだ、ね、そうだけど潰れないしね。潰れはしないけどね。でも死にそうときあるよね。ある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 。俺ほんとやばいときは帰ります俺。そうね、バレたらすぐ帰るね。もうなんかいやこれ以上いたら多分迷惑かけるとか思、うん、結構思っちゃうと思う。あもういいやと思って。確かに確かに。帰るわって。俺はね、もう酔うとね、もうみんなを返さないです。もうね、行けるところまで行きます。そうそうそう。で、いつも後悔する、次の日に。自分が一番ひどいことになる。そう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 。結果ね、自分が一番ひどいことになる。そう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 。そうなんですよ。ナルセレモンって何？ナルセレモン。ナルセレモン。酔うとどうなる？どうなる？楽しいよね。うん、もう楽しいしかないけどね。もうね、ビンダはね、本当にね、しないですね、もう嫌だね。だからね、唯一ね、俺ね、お店で本当にさせられるんですよ。いや、そうだね。あの、本当にさせてくれるお客様たちが本当嬉しいんですけど、僕のお客様じゃないですからね、なんならヘルプですからね、僕シャンパン入ると大体そうじゃんね、うん、あの、僕とバロタンとか結構させられるんですけど、そうそう、いや、すごい嬉しいことなんですけど、ね、年考えてほしいなっていう。巻き込みますね。そう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 なんですよ。ビンダね。そう、ビンダやりましたね。一本は飲まれないもん、俺は。あー、そうね。もう無理。いや、俺もきつくなったよ。いや言ってもなんか炭酸がね、入ってこなくなっちゃった。そういうことね。うん、うん、いや、次の日の営業はね、めっちゃ後悔するよ。いや、もうやばい。最初の1時間とかもう本当にね、もう喋れない。もうずっとこうなってる。 OS1 ばっか飲んでる。俺ね、逆にそのまま飲むもん、うん、あー、気合いでね。もう酔ったまんま、ずっと酔っ、もう分かんなくなるから途中で疲れるのか何のか分かんないから、もういいやと思って。俺10時ぐらいから復活するね。で、結果さ、また酔うじゃん。そうね、そうですね、うん、確かに確かに。そう、だからもう、いや、ビンダこの間5本連チャンして1人で5本飲んだってこと？え、それはやばいよ、マジで。すごいすごい。うん、見てみた。吐くと思う。うん、うちのお店でやって。売り上げ上がるから。ビンダだったらどれぐらい？いや、1本でも十分ですよ。いや、全然、うん、本気で、うん、すごいね。いや、お酒強い人、なんか女の人の方が最近お酒が強い気がする。あれだよ、あの肉食系多くなったから。あー、肉食系ね。強いですよ、確かに。すごい。え、今若い子とかってどうなの？肉食系とかあんの？なんかさ、女の子そうなんだよね。女の子はあ、男の子はさ、草食系って言われてるでしょ、今の子たちはさ。でもさ、女の子はさ、どうなんだろうね。女の子、え、肉食系のね、女子は酒強いよ。強い。これはね、あるあるで、本当に強い、うん、じゃなきゃ肉食系じゃないもん。そう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 、本当だと思う。うん、お酒強い。お酒強いっていうか、気が強い。気が強い。本当に気が強いとお酒強いみたいな、イコールみたいなもんで。そう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 。え、お酒強い女子全然大歓迎ですよ、うん、むしろ一緒に長く飲めるし、ね、でもあの、ちゃんと介抱してくれないと困ります。そう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 。ちなみになんか弱くても強くてもあんまうちは気にしないよね。そうだね、もう勝手に俺らが楽しんでるからね。そう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 、うん、そう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 、そうなんですよ。そう、まあでもね、4周年経ちましたけど、まあ急に話変わりますけど、いや、4周年経ちましたけど、いや、これからね、オーパスとしてはね、まあいろいろこう新店舗のなんとかって話も言ってくれてる通り、オーパスとしてはね、うん、ちょっと新たな、そうですね、こう宮本武蔵プロジェクトを、そうそうそう、今進行中で、やらせてもらってるんですけど、ちょっとまだね、お店の方の名前とかはちょっと出せないんですけども、順調に、進行してて、ちょこちょこ、皆さんにお伝えできればなと思ってるんで、注意出しします。そうです。一応ね、6月中にはプレオープンぐらいできたらいいなっていう考えで、うん、進んでるんですけど、まあまだちょっと、まあ6月7月に、うんうん、できればいいなっていうだけで、夏ぐらいにね。そうなんですよ。まあいいじゃないの。まあ4年目を機にして、ちょっと1年発起してやりたいなと、うん、楽しみですね。でもそうなんですよ、もうこれからちょっと僕はもうやっぱりビシッとスーツでやんなきゃいけないので、
でもきついでしょ、逆に。そう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 。なんかね、なんかね、腰巻きのイメージしちゃうとスーツってダメなんだよ。ありがとうございます。オープンしたらぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。腰でやったらね、そうなんですよね。そう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 。あ、そうなんですよ。武蔵さんが、あの、オーパストと、その新しいお店のプロデューサーで、そうですね、あの、やって、で、実質、僕が新しいお店の代表でやらせてもらうんですけど、そうなんですよ。いいですね。まあちょっと大人のね、お店を作ろうと思ってるんで、SMAP グループに今までない大人のお店を、代表さんはやっぱり大変なんじゃないですか。いや大変だと思いますよ、代表さんは大変だと思いますがね。まあでもね、目の前にあったらやるしかないから山があったら登るしかないみたいな、ね、そう、いや本当にオープン楽しみです。もう本当にそうなんですまあですね、今日はあの4周年の、あれがあるんですけども、イベントが今日明日あるんですけども、内装とかもね、なんていうんですかね、随時写真とかで見せられたらいいなと思ってるので。ああそうだね。今回は前回と同じ、MHD さんに、はいはい、あの内装をいじっていただいて、結構またまた綺麗な感じにさせてもらえるので、はい、ぜひぜひお礼に皆さんドンペリの入れてください。お願いします。お願いします。まあじゃあそんな中でですね、時間も少なくなってきたので、告知させていただきます。今日明日をね、はい、先ほども言わせてもらった通り、4周年をやらせてもらいます。なのでぜひぜひ、ちょっと初回の方はちょっと難しいかもしれないんですが、はい、オーパストにご指名がある人はぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。そしてですね、従業員の方もまだまだ募集してます。そしてですね、僕のブログからだと、僕の連絡先もあって、大人なかっこいい進展に向けての男子を募集してるので、ぜひぜひ連絡してきてください。お願いします。そして宮本美咲さん、誕生日おめでとうございました。お店で待ってますので、それではこの後はクラブオーパスでお待ちしてます。それでは皆さん、また今夜、またね。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたのさっきまで伝い込んだ仮面をにらめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。